どうも、みーちゅーです。ご視聴いただき誠にありがとうございます。昨日ですね、トランスミッションの、警告等が出て、シフトレバーが全く動かなくなって、急遽ですね、このアウトを買ったお店に電話して、救出に来てもらったということがあったと思うんですけど、まあその原因といたしましては、もしかするとというところなんですけど、車内に取り付けていた、こういうシガーライターから取る後付けのものが、まあ新しいものではなく、結構ね、長い間使っているものなので、もしかするとこいつらが悪さをしている可能性があるなということで、今のところ全部ですね、外して様子を見ていく状況であります。確かにですね、私の経験上の中の話なんですけども、ワイルドスピード2かな、ネオン管とかこの辺からこうね、ピシューピシューってね出るようなシーンがあったと思うんですけど、あれに憧れてネオン管バンバンつけてて、一回ですね、エンジンがかからなくなったことがあったんですね。そっちに電圧がこう電気が必要だって、車がエンジンがかからないということがあったので、それもあったのかもしれません、その時は。で、ヒューズの方を切れていたということなので、診断機をですね、入れてもらって、動作。一応、私の方も、救出を待っている間にいろいろ原因を調べておりまして、後ろのですね、切れていたので、じゃあどこかなっていうところで、おそらくこの辺ですね。はい。この辺のヒューズが切れていたよっていうこともあったので、今回は、コンピューターの診断と、どこが壊れているのかっていうのと、ヒューズの交換ですね。で、それを全部含みまして、今回の方は、税込み5400円、税抜き5000円というところのお勉強をしました。このシフトですよね。昨日シフトが、動かないっていう時に、慌てていたんでしょうね。心の中は喋っていながら。この、まあ見えにくいんですけど、この下の方に、シフトの下の方でですね、解除ボタンがあるのを忘れていたのか知らなかったのか。一回説明書読んで一通り触っていたので、このシフトの解除ボタンを押してやって、で、シフトを下げてやると動くという。そこぐらいしとけよ俺っていう感じですね。ちょっとこれはお勉強になりました。だいたい今までの車のシフトの解除ボタンとかって、こういうところに出すですとか、まあ鍵をさしてね、やるようなイメージがあったんですけど、まあシフトの下のところですね、触っていくとポツンとね、穴が開いていて、そこにボタンがあるので、それを押してやってシフトを解除するということをですね、教えていただきました。まあ確かにですね、新しいものでないんですよね。これ、ね、取り外したものって。この、オカルトチューブのコンデンサーもですね、まあ、そろそろ交換時期ですし、このレーダーもですね、プレゼントしてもらったので、まあ、ずっと使いたいなっていうので、使ってました。まあ型はかなり古いです。もうちょうど10年ぐらい経ってますけど、まあないよりマシかと思って使ってました。で、LED のこういう光物ですね。これも、ブックオフとハードオフが一緒になったところで、新品未開封で売ってたものを取り付けてました。これはですね、ネオン管のブームが過ぎて LED に変わった初期のものでして、当時の値段で4980円のものが未開封で800円で売ってたので、まあ、買いました。で、あと、また最近こういうものが出てきたんですけど、これはカーメイトのですね、7色に光るシガーソケットなんですけど、これもですね、10年選手ですね、こういうものももしかしたら悪さをする、ヒューズが切れる原因になったのかもしれないですね。それを信じるか信じないかはあなた次第っていうことにもなってくるんですけど、まあプロのね整備士さんとお話しするっていう機会もなかなかないので、まあ、一安心というところです。で、最後に、もう一度だけ今日のですね、シフトが動かなくなったことと、トランスミッションと結局トグが、出た原因をおさらいしますと、まず、こうね、古くなった後付けのもの、それから、ヒューズが切れていたことっていうのが、原因かなというところでございました。で、たまたまなんですけど、車の方が、失礼しました。マツダのキャロルだったんですね。で、キャロルの方を1日だけ借りて、で、買ったショップにも持っていく道の中で思ったんですね。まあなんて、キャロル、まああるとはあるとなんですけど、こんなんだったのっていう感じがですね、ほんと衝撃だって、こう、ハンドルをこう切ってやっても全然違いますし、直進安定性ですよね。それが劇的に違うっていうのが、今、とある駐車場まで走ってきて思いました。まあ私が足回り変えているっていうのは、まあ、一般的に安く手に入る RSR のローダウンのスプリングとか、日本のサスペンションリンクか。はい。っていうぐらいですね。あ、そうだそうだ。後ろ側にもスプリングに巻く衝撃をですね、吸収するものもつけてますので、まあ、そういうのもあるってか、全然ですね、違う車両に乗った気がいたしました。この辺も外すとですね、まあ、すっきりしますね。で、この辺りもですね、上級グレードなものに乗ったので、パネルの色もホワイトで、しかも、そのマツダのキャロルは NA チャージだったので、まあ、その違いも感じながら、楽しみながら走ってました。で、アイドリングストップをですね、久しぶりに体験いたしまして、これは好き嫌い分かれますよね。信号が止まるたびにこう、って消えてアクセルを上げてやるとエンジンがかかる。で、スーッと CVT なので走りますよね。その違和感がね、やっぱり同じ車なんだけど、そういうところの中身の仕様が違うので、面白さもありの違和感を感じの、まあ、そういう楽しさも感じる今回のですね、トランスミッションの警告灯が出たことによって、私ミニチューブが感じたことと、で、これからすることですね。こういうものを外すと、また、新しいものをですね、買いたくなるんですけど、しばらくは外して様子を見ていこうと思います。それではですね、本日もご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルはですね、トレンドのパーツ紹介とか、ドライブ雑談、それと車のですね、お役立ち情報など、動画配信しております。ですね、ぜひ、チャンネル登録、コメント、評価もお待ちしております。以上、インチュビでした。またお会いしましょう。